全国800万人のシューティングファンの皆様、こんばんは。こんばんは。じゃあ今日も、なんとなくやってる蒼さんを、解説に、はい、進めていきたいかなと。今日はヌルシューブの、バード君 VS、はい、MVS の横スクロールシューティング、はい、ブレイジングスターとなっております。概要をちょっとストーリーを説明すると、 2000X 年地球は核の炎に包まれてないです。別に暴走した兵器によって人間たちが兵器の部品にされて争い続けている設定をの世界を舞台にしたシューティングゲームと。このゲームね、うん、奇跡的に iPhone 版とか出てるんですよ、うん、あ、そうなの？出てた。なので、うん、その方のなんつうのホームページ見てもらうと相当中二な設定がガーって載ってるんで、よかったらちょっと皆さんググってみてもらって、この夢工房というメーカーは実は前身がエイコムという会社になっております。はいはい、エイコム取引あった？ジャレコ時代。波長とか。波長？あ、作ってたし。波長ってエイコムなんだ。エイコム。あとエイコムで。あとは家庭用で、家庭用のセイントドラゴンとかも PC エンジン版はエイコムが。あ、P47 も。そうでしたよね、確か、はい。あとあれですね、セガさんだと AB コップ確かやってたかなと。はい、まあパルスターと呼ばれるこれの前身のゲームがあって、はいはい、まあ、R タイプっぽいゲームなんですけど、はい、ブレイジングスターはどっちかというとその R タイプのような、パターン構築型のゲームというよりも、うん、死んで覚えるというよりもなんか結構バババババってこう敵をやっつける爽快感が、増している R タイプのアリューではあるんですけど、うんうん、結構こう増している感じの結構面白いゲームになっている感じですね。で、カラフルなイメージありますけどね。そうですね、まあ、キャラクターも結構期待が何機体かあって、はい、割とこう全然違う性能でどの機体で遊んでも楽しめるみたいな感じ で隠しキャラで、前作のパルスターの、はいはい、機体も存在するというような感じになってますけれども、というわけでじゃあ早速プレイヤーの、バードさんに今日のプレイの方針を聞いてみたいかなと思います。はい、バード君ちょっと来てください。じゃあ今日のプレイどんな感じになりそうですか？ですね、今このゲームハイスコア5000万点超えてるんですね。5000万点、はい、でその10分の1にも満たない、はい、まあ、稼がないっていうことですね。稼がないプレーを、はい、安全にみたいな。そうですね、機体は何使うの？ウィンディナですね。どんなやつだっけ？ワイドショット的なやつ。 R タイプっぽいやつではない？あー、なるほど。じゃあワイドショットメインに使っていくというような感じで、わかりました。じゃあ安全に一周クリアを目指す。はい、わかりました。はい、頑張ります。じゃあ準備ができたら始めてください。よろしくお願いします。はいはい、ありがとうございます。はい、ブレイジングスターはですね、いろんな稼ぎ要素があるんですよ。はいはい、勲章をこうどんどんジュエルって言われているものをこう、はい、連続して取ることによって点数が増していくとか、チャージショットで敵に倍率がかかるとか、はい、いろいろ点数稼ぎの要素があるんですが、今日は安全にということなので、アイテムを取るだけでランクが上がっていくということでね。じゃあバード選手対ブレイジングスター始めたいと思います。でもね、うん、残機が増えないのよこのゲーム。あー、 A ボタンがショット連射し続けるとパワーアップ、チャージショットため打ちです。ビョーンとこれは普通に R タイプのように打っていくと、この時に B ボタンを押すと、また違う攻撃ができます。ビョーン、バババババーという感じで、機体によってこの、B ボタンの攻撃が変わるということで、まあ、ほとんど俺は使わないですけどね仕様が結構細かくたくさん入ってる。そうですね、この天使の羽をね、装着すると今度はショット点に倍率がかかります。さまざまなボーナス、フューチャーが存在するゲームとなっています。さあバード選手、今日はこれから全部見せてくれるということですね。なるほど、パルスター。そうですね、これ R タイプですね。はいはい、でダラララということで、おこの絵いいですね。ちょっとラリってますねこれねラリってる系のこの緑の機体で、じゃあステージ1スタートということでね、ラリってる系ということで、さあまずは上に構えて、今日は点数を稼がないで、一周クリアを目指すと言っておりましたが、まあ要はアイテムとか点数稼がなきゃランクが低いまま進行できるってことなのかな。そうですね、なるほど。なのでこのゲームちょっと先見たいっていう場合は、アイテムとにかく避けて避けて、アイテムを避けるゲームとなっていくと、うん、ほら見てチャージショットで、このように敵破壊点に倍率がかかっていきます。でさらに敵発揮につき1個ジュエルと呼ばれるアイテムが出て、まあ、いわゆる勲章ってやつですね。はいはい、こいつを取り続けることによって、何でしたっけ、81,560点、つまりエイコム点入るというような感じになってますね。ボーナスうるせえみたいな感じのドーナツと聞き間違えたボムさんでございました。そういうこと言ってから左足に違和感を感じるわけですよね。ということで危ないよね。
でこのゲーム、各面に隠しボーナスが結構あったりするんですよね、はいはい、隠しボーナスフューチャーが全部取ってない。なるほど、今日はじゃあ稼がないプレイということで皆さん参考にしてみてください。チャージショットをうまく利用しているのがポイントになりますかね。まあ、通常ショットはショット、味方は連射がついてるんで、その連射してパワーアップっていうのはもう押しっぱなしでパワーアップした状態で打ちまくれるというような状況になっておりますが、まあ、基本的には連射ショットで押していけるゲームと、認識していただいて全然問題ないかなと思いますね。うまくこのようにため打ちを使って、敵を破壊してこのように倍率を稼いでいくと。デュエルは取らないと、デュエルは取らない、エイコム店はじゃあ俺たちは見れないと、見れない今日はそういう感じのボーナスの声も聞こえない、ボーナスがあんまり聞こえないと、うるさくないブレイジングスは一面ボス戦だ。いやこのメカメカしいこのレンダリングによる、このほら男の子が大好きな多脚放題ですよ、みんな大好き、みんな大好き。おおすげえ、安定したいだ、あそこかっこいい、はい、終わり、お見事、お見事。このゲームは全7ステージになっております。7面が、最後ボス戦のみみたいな感じの展開、まあライガーに近いかな、はいはいはい。リザルトがまあ安いんでしょうねきっとね、いいのいいの、ね、点数なんて後でいいの、どうせ残機増えねえんだからということでね俺ねメタルスラッグとか結構ゲーセンで売れたゲームでいい好きなんですけど、でもあんまりやる気しないんですよ、残機が増えない、要するにご褒美がないから、ご褒美がないゲームはねあんまりやる気しないんですよね。ああこのチャージショットもしかして敵の弾も消しちゃうのかな、なるほど、敵の弾、あそうですね、敵の弾にも倍率がかかるんで打たせてチャージして打つみたいなテクニックも結構重要になると。なるほど、今日は全1の10分の1にも満たない点数で俺はやってやるとバード選手が、今日は声高らかに宣言してくれましたいいです、シューティングゲームなんて好きなように遊んでいこうということで、なのでこの R タイプの系譜のゲームではあるんですけど、はい、まあ、このゲームに関してはかなり死んで覚える理不尽なところが結構なくて、アドリブアチョーで結構やれちゃうみたいな、はいはい、そうね、打ちまくる爽快感を前面に押し出した結構 R タイプの亜種としては珍しいタイプの、ゲームになってます。で、実際ね当時ねこれ動かした時インカも良かったですよ、そう、ね、うん、ネオジオのソフトなんですけど、はい、MVS のソフトなんですけど、はい、結構4本差しとかじゃなくて単体で動かしてみんなやってくれる、まあ、パルスターも良かったんですけど、はいはい、こっちの方が良かったですね。まあグラフィックは確かにこのすごい綺麗だし丁寧さありますよね、はい、さあここで画面が暗転してため打ち維持してまずはザコ殲滅、今日は稼がないぞ、稼がないっつったら稼がない、さあこのシャッターは打ち込み、すげえ打ち込み点回ってんだけど、気持ちいいですね、入る入る、まあ、このインフレ感がいいですよね、インフレ感、そうですね、あれこれレーザー当たったら死ぬのかな、死なない死なない、死なないのか、演出演出演出ですか、そうですか、じゃあため打ち、ほらみんなが大好きなスペースコロニーの外壁ですよ、はいはいはい、いいですか、ソーラーパネル見てワクワクしませんか皆さん、ね、こういうところをね楽しめるようになってくるとシューティングゲーム面白くてしょうがなくなるということで、さあウィガーのサコ、ここは拡散する波動砲で撃破していく、そしてワイドショット切り替える、なんか確かにジュエル取んないとなんかぬるいっすね、うん、そうそうそう、パッと見なこらポヨーンって弾がたまーにこう飛んでくる感じで、そうチャージしてぬるいですね、バード選手はきっとこのチャージするところは打つ場所に決めてるんでしょうね、きっとね、そうでしょうね、まあその辺皆さん参考にしていただいてクリアを目指していただければなと、点数稼がなくたっていいんですよ別にクリアできればというわけで、あこれがあれかラッキーパネルってやつですね、でしかし取らない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 、俺は取らないぞ、ほら宇宙に浮遊する残骸皆さん大好きな感じですよ、ラッキーパネルだ取らない、これなんかあれもラッキーっていう文字になってるんですよ、 LUCKY か、はいはい、これ集めてまたボーナス戦になるっていうような流れになってるんですが、細かいね、いろいろとね、クリアの時にリザルトでそれでラッキーボーナスが入るということなんですけど、そんなもんいらんと、破片が立体的に回転してちゃんと動いてるし、本当ですね、ネオジオの性能をいかんなく発揮しているこのブレジングスター、はい、さーてこれで2ボス戦かな、はい、そうですね、ボス出現時は当たり判定がないと、かっこいいですね、手前のレイヤーから奥にへと、ほらお前らの好きな尻尾多関節だ、多関節多関節多関節、ほらパンチ弾を打ってくれ、慎重に避けていく、おお、レーザーだ、尻尾からレーザー、基本的にウェイダンですね、さあここで尻尾が壊れた、変形した、変形した、変形した、さあここは下側をついてパネルからレーザーを受けていく、さあバラ巻き、お見事、2面クリア、 Your skill is great、 褒めてくれるゲームはいいゲームそうですね、あそのラッキーボーナスってとこがあのパネルを揃えると入ると、さあ3面です、おーすげえなこのグラフィック、ここはちょっと見にくいですけど ねすごい、多分ね書いた人がドヤーって感じで、すごいこのコントラストを考えない感じでドンって置いちゃったんでしょうね、まあでも綺麗ですよね、
で敵のグラフィックも結構カラフルで、うん、なんかなんでこんなに普通なら使い回しちゃうのね。今主流のレンダリングと呼ばれているテクニックを使ってあの敵を取り込んで、表示しているような感じがしますけれどもね、うん、ドット絵というよりもね。さあここは地形に当たるともちろんこのゲーム死んでしまうのでそこは当たらないように注意してほしい。でもしかし確かに簡単に見えますね。そうですね、なんか今のところこう山ない感じで、はい、ここで本当は本来はバン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 この小石で稼いでいく、倍率がつくからです、ね、ここで稼いでいく。あとねちょうどね一面からジュエル育てていくと、はい、この辺でエイコム点になるんですよ。はー、そうなんだ、うん、だからあの3面で結構この稼ぎ野郎たちはエクスタシーを感じることができるゲームになっていると、はいはい、さあ後ろから来るぞ、はい、さあ避けていく。さあこのゴミ避けた。そして上側のザコ勝利。いやー徹底的に取らないです。ちなみにこのゲームパワーパワー3段階だったかな。なんかすぐフルパワーになるよねこのゲーム。そうね。さあ食べ打ち、あぶれ。さあ打ち込んでいく。相手は取りません。さあ打てるかこのレーザー砲台。あ、取った、初めて取った。300点、安い300点、安いね、高いじゃないということで。このロボットもいいですね。あの天使の羽持った状態で、はい、敵を倒すとですね、あの倍率、敵破壊点に倍率がかかっていくと。あ、なるほど。ちょっとで、はい、倍率がかかるか。これを逃すのでキモナスが出る。あ、なるほどね。さあここ、あ、後ろにほらみんなが大好きなコアがありますよ。コアがデススターのなんとかロ、はいはい、なんとかロがありますよ。おっと、さあ三本戦だ。みんな大好き合体。合体。男の子の好きな様子が男の子のね詰められてますね。そうですよ、男の子が好きな様子がたっぷり入っているこのブレイジングスター。さあ合体して、このビビッドな青いカラーがまたかっこいいね。そうね、うん、おっと画面がバーチカルな感じに下の下へ向かっていく。さあ、あの火花がかっこいいですよ。ローラーダッシュの、はいはいはい、あの摩擦で。さあ、スリーウェイの直狙い、ここは避けていく。直狙いじゃねえか、あれ固定か、いや直狙いだな。さあ打っていくぞ。ウェガのパスにまず集中砲火を浴びせていく。ノーマルショットです。これは破壊できる弾、破壊できる。さあここで、あ、もう死んだ、あ、もう死んでる、死んでる、お前はもう死んでいるということで、様子見さようならと。早かったですね、ここまでランカー下がるんですね、はい、結構早かったですよね。さあここで、あ、ここで分裂するんですか。なるほど、お、これほら男の子大好き大気圏突入ですよ。シャーショーシャー助けてくださいってやつですよ。ザクには大気圏突破能力はない。あとマニアックにしたらゾーザリーというとかなり反応してくれると思います。男のロマンですねこれは。お見事、300クリア。ゾーザリーで反応する人はメガドライバーですね。はい、このまま大気圏に地球に落ちていくと、また地球に有害物質が一つ落ちましたということで、はい、さあステージ4。さあ今度は上下からザコ、溜め打ちでしっかり殲滅できる感じになってますね。そうですね。さあジュエルは取らないよと。まだこんな、あれ、これランク相当低いよね、相当低いよね。こんな球ポローン終わりみたいなゲームじゃなかった記憶があるんですけど、ボーナスに目がくらむとそこそこ難しくなるんですよ。さあ後ろからレーザー砲台、お、間に合うか、うん、おっと打ちやめた、その隙にほらほら、ボカーン、超巨大ダッカーでしたね。そうですね、危なかった。取りまくって、まあ、さ、このゲームさ、なんかドーナツドーナツなんか気持ちいいからついつい取っちゃうんですけど、そうそう、このようにして取らないことによってゲームを楽に進めることができるということで、ここまでまあランクが下がってくる。さあデンジャーマーク、後ろから敵が当たられる。弾がない、ここは本来弾だらけになるところ。なるほど。でも後半の面このゲーム難しいよね。5面6面とか難しくなかったっけ、セーフ系結構やばいよね。6面の後半なんか艦隊、男も大好きの艦隊戦があるんですけど、はいはい、あれがなんかえらい難しかった記憶があるんですけどね。さあ多関節キャラ、おっとテレポートしてくる、危ない危ない危ない、このザブ強いですね。ザブ強い、ザブ気をつけて、ワイルドショットでさばいていく。さあ後ろから来るぞ、タメチ通常ショット。さあ今度は上からジュエル、8匹に1個出るこのジュエル。いやー、敵が弾打たないな、おっと危ない、危ない、今座標なしとこ、座標重なったら危ない、重なったら危ないだろ、これ気づかないで死ぬこともありますね。あるからね。さあ後ろからピンクの敵、危ない一番上が安全地帯になってると。なるほど、よく覚えたといいよ。さあタメチいなしていく、少し弾が増えましたかね、ほんのちょっとね、ポーンがポンポーンってなりましたかね。変わんないんじゃない、変わんねえか。さあ打ち込んでいくぞ。さあ今度は上から、あー、これ3ウェイのレーザーを吐くんですけど、3ウェイレーザーそれまでに倒してますね。なるほど、撃つ前に撃つ、はい、この位置取りが参考になりますね。なるほど、撃つ前に殺すと。
さあ、タメ打ち優位戦、そして通常ショットで炙っていく感じ。あの連射装置ついてるとね、この強力な通常ショット赤い方がね、はい、すぐにビーって出るんで、ミカドでぜひ遊んでほしいかなと、ブレイディングさん。さあ、あ、これちょっと取らされちゃう感じ。これ取らされる、避けられるんですか。ギリギリ避けられるはず。ボーナスって効かない、効かない方向性。お、避けた、避けた、徹底して取らない。コットンといい、ブレイジングスターとし、なんか取らない方が正義みたいなゲームがなんか多いですね。逆にすごい。さあ、最後のトラップ、デンジャラス、デンジャラス、さあ、来るぞ。はい、後ろから来た、メカが来たぞ。さあ、カチャッと開閉する、あの羽みたいのがまたかっこいいですね、はい、そこはまず左下で、動きの様子を見ていくと。さあ、チャージショットを貯めて総裁弾を打ってきたら、ため打ち発射、そして後ろに回り込んで、そのままショットを打ち込んでいく。バリバリバリー打ち込みます、打ち込みます、バリ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 。どうだどうだ、あ、男の子大好 き、変形、変形した、かっこいい、すごいゲッターロゴですね。おっと、お見事、嫁クリア。いやー、なんか弱い、弱い、弱い気がしますね。こんなに簡単になるのかと。こんな全く簡単だ、ブルーハーカーということで。お見事、嫁クリア、ごめんげ。ステージ5、まあ、そろそろこの辺りから普通にやってると、まあ、難易度半端じゃなくなるんですけどね。そうですね。さあ、ここはなんか雪原のようなステージに見えます。まず下側から、ため打ちを放っていくと、お、なんか寝てるぞ、なんか寝てる、なんか寝てるぞ、残骸ですか、残骸ですかね。あ、男の子大好き、残骸、残骸、なるほど、スクラップ大好き男の子のこと。スクラップ警察、今燃えてるとか、しこってるとかですね、じゃあね。さあ、おっと、これあれですね、下は水なんですね。これ R タイプにありがちな、そう、R タイプ2的な感じで。おっと、岩が崩れたぞ、岩が崩れて何かが出てきた。これは一体すごい、なんかこれね、 MVS が今悲鳴を上げてましたね。スプライトかけてましたよね。結構これ無理してますよね。無茶してますね、無茶しやがってと。さあ、打ち込んでいく。はい、海底大戦争を思い出す。そうですね、 あ、 そうですね、あれはね、レンダリングじゃなくてドット絵なんだな。気狂ってる、狂ってる。さあ、向こう側から前へ、空中と水中どちらにも敵が出てくると。そうですね、面白いステージ構成。これ別に水の中速度が下がるとかそういったトラップはない、はいはい、なるほど。その辺はじゃあ R タイプとは違うと。あれ R タイプ下がったっけな。覚えてねえや。下がった、下がった、下がったよね、はい、パロディウスと R タイプ2下がったよね。そうそう、あとゼクセクスもね、はい、ゼクセクスも下がる、なるほど。ライガも下がる、みんな詳しいね。というわけで下から来るこの、あ、でも全然まだ弾少ないね。そうね、ポーンですよ、ポーン、全然ないですね。あ、お、後ろに見えるのはラプターは本当にあったんだっていうことで、ラプターですね。あのラプターっていうジュースまずいですよね。どうでもいい、どうでもいいですよね。ストラスケでした。穴から多関節が、穴から多関節、穴から多関節、いいですね、穴から多関節、穴から多関節が穴が、あ、また穴に入った。あ、これなんかあれ思い出しますね、アルゴスの選手のね、ヘビの出てくるとか思い出す。デンデレンデレデレン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 、思い出します。あ、これ下だと、あ、大丈夫なんですね、相手しなくてもいいんだ、相手しなくてもいい、それだってあいつ水関係ないですからね、向かれですからね。これだと下だと、おお、あ、そうなの、隊長、奴がいません。やつはどこですか、どこだ、どこだ、どこにいるんだ、左下だよっていうね、ふ、左下さ、おー、いいですね、これは皆さんちょっと参考にしてください。ランク上がってないから通じるのか、上がってても通じるんですかね、上がってても大丈夫、そうですか、じゃあ覚えといてね、俺は水だ、水の中だぞと、お前らは分かってないんだと。なるほど、知らなかった、すごくだって使えるんだよってことで、水陸両用モビルスーツとかしているバード君のブレジングさん、ボス戦でございます。ボス戦、ああ、もうなんかここまで全くの安定ぶりで、全く心配要素はないですね。ステイクール、まさにステイクール。落ち着け、落ち着けと。さあ、来るぞ、上から何かが吊り下がっていたのが落ちてくる。ドカンドカン。さあ、ため打ち、放っていく。お、これじゃあ上が天井に張り付く系のボスですね。さあ、30フレームぐらいのレーザーが襲いかかってくる。あれ、ハサミのように挟み込んでくると。さあ、ここでまた溜める、たくさんだ、おー、避けれるか、よし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 、よく見てた。今度は上側に逃げてくる、あ、いやー、おー、早い、ごめん、クリア。まだ、あー、ボスの攻撃がループする前に死んでいると。なるほど、いやー、低ランクプレー、美しいですね。というわけで、最難関と言われている6面でございます。はい、さあ、なんか R タイプっぽいこの地形、細やかな動力パイプ、これプラント、ま、あのプラント警察、プラント勢が喜ぶ感じの、背景になってますよね、はい、これ判定あるんで、あの上でくるくる回ってるやつ、回転する羽みたいなやつは当たり判定があれば、羽には気をつけろと、羽にはたかれて死んでしまったら元も思わないと。さあ、ため打ち、
敵の配置はなんかバオさん選手は覚えてる感じですね。しっかり覚えて撃たれる前に対処している感じ。おっとジャンプしたダッカー即撃破タメ打さあジュエルはいらないんだよと。さあメガブラストのように斜め下に、スクロールしていく。もう一度タメ打上下にピストン運動を、重ねながら弾を撃ってくる謎の砲台を撃破していく。しかし敵の数はやっぱりそんなに多くないですね。そうですね。さあ3ウェイ、ここはよく見ながらここで、ね、画面の後ろへ移動しつつショットはで炙っていくが、あれは無理しない。だけどアイテムは取らない。はい、アイテム取らない。アイテム取らなんか取らないって考えると難しそうな場面です。あ、さあ羽一番下のライン、ここにはギリギリ当たらないと、ギリギリ当たらないラインがあると。なるほど。ちょっとあの後でビデオでよく見て、おっとラッキー、勉強しといてください。ラッキーマークを取らされてしまったか。さあ上からザコが降ってくる。ガチャコンガチャコン砲台で弾、ここは右上、右上で弾を地形をうまく使って避けていくか。当たらなければどうということはないと、うん、さあ斜め上に進行していく。さあ、おっと、あ、これは立体的、立体シーンステージ、これは向こう側にあの 3D で進んでいくような演出なんです。かっこいいですね、なかなかね。そうそう、お、この位置、お、右上、インサートコインの T と C の間ぐらい時期を配置して、おっと、徹底して敵をスルーしていく。これは時期を狙う球が全くないぞ。全くない、時期狙い弾がないんですね、このゲームね。なるほどな。お、後ろから来るけど当たんないの。当たらない。おやおや、俺稼がないんであればここで抜けていけと。これは便利。サラマンドの、ごめんを彷彿させるようなザコラッシュ、右上でスルーと。さあもう一度、地形のあるステージに入っていく。ため打ちショット、もう一度ため打ち、打たれる前に打っていく感じ。この相殺できる球とかこういうの細かくちょっと稼ぐんでしょうね、みんなね。さあパワーアップアイテムもちろん取らない。2個目もちろん取らない。ため打ち使って、あとジャンピング放題が現れました。なんかいいですね、このグラフィックじっくり鑑賞できる感じ。そうですね。この面割と長いですよね。長いんですよ、長いんですよ割と。さっきのあのプラントっぽい背景とは違って、なんかこうエイリアンチックな、はいはい、ギガチックななんか背景になってるところ。ちょっと有機的なグラフィック。そうですね、有機的なね感じで。だけど羽もあると。そう。でも羽はあるよと。そういうことですよ。さあここどうやって避けるの？さあまっすぐになったところを抜けると。はい、お見事。ちょっとあの大台っぽいトラップになっているという感じでしょうか。ボスですね。さあボス、さあそろそろボスだよ、ギガンデス。ワッツ、ワッツザット、あれはなんじゃと。さあこの戦艦がね、この艦隊と戦うというような、ステージになってるんですね。結構こう難しいんで頑張ってほしい。弾の数がさすがに増えましたね。1画面に2個以上見えたのはここ8台じゃないでしょうか。さあ正面から来るぞ。正面から来る。まだ撃たない、まだ撃たない、まだ撃たない、まだ撃たない。おい、あ、ビームで、ビームでお前が壊せよと。さあまたビーム、まだビーム構えてるけど、あ、大丈夫、上にもちろん逃げますよ。お、逃げるね。あ、なるほど、お、なるほど、ああやってスルーするんですね。あ、撃たずに撃たせると。さあ今度は一番前へ。いやよく研究尽くされたパターンになってますね、これ。そうですね、素晴らしい。さあちょんちょんと、下側に、一番前で避けていくと。うまく弾を誘導してるんでしょうね、きっとね。おぶれ、おい、まあ、この辺なんか弾処理近かってゆっくりになるのがまたちょっとね落ち着いてほしいですね。今度は間を抜けていく。さあ今度はレーザー、炎の、なんかレーザーのような攻撃を打ってくる。お、なんか誘導弾、一回止まって時期狙いかな。そうですね、ここもしっかり誘導したいところ。切れ目がない、すごいね。すごいですね、パシフィットボーナスを狙ってるかのごとく。ここで打ち込んで、ここで打ち込んで、さあバラ巻き最小限の腕で避けていく。あっと若干球が、おー、抜けたよ。やる、あぶね、あぶね、あぶね。結構本当ちっちゃいんだよこのゲーム。さあ下側壊したぞ。おお、さあウイング壊してタメ打ち。さあここに入り込んでいく。これなんか触っても平気なのか、これ。ここまでは大丈夫らしい。これは本体かな、本体です。しっかりダメージ与えていく。おっと、やべやべ、逃げていく。なぜならロボが出てくるからだと。判定結構緩いんだね。いやいやいや、熱い球系ありがとうございました。おー、ジュエルだ、もちろん取らないぞ。ワイドショットを、あ、端っこ当たった、当てていくと。なるほど。さあ今度はため打ちして、またこの隙に打ち込んで、おー、ここはまずクリアしていく。さあバラマキだ、砲台しっかり壊して、ザコ、お、なんだあれ、なんだあれ、誘導弾か、誘導レーザーだね。にょーんと一旦止まって、こちらに向かってくるタイプですね、はいはい、うまく誘導しましょうということで。危ない危ない、あ、ここは当たらない、ここは当たらないですね。おお、誘導レーザーの資格をついてる。隊長やつがいませんやつです、ね、当たりません当たりません、欠陥品ですね。おげと元気や。さあ下側に戦艦が走り抜けていく。もちろんここは上側でスルーしていく。さあみんな大好き戦艦戦ということで、まあ、Rタイプから始まったこの戦艦戦の歴史、
あのバーナーも結構緩いね、判定。あ、当たった、当たった、平気なんだ。知らなかった。バーナーは当たって平気。よく覚えておきましょう。さあ、上側にここで回り込む。はい。さあ、今度は上に回るのかな。そうですね。あれ、対等だったら当たってましたね。当たってたね。当たってましたね。ダメージ。ダメージ。そこでスクロールがバックしていく状況。ここでライガーの強力さがわかるよね。やっぱボタン押すと逆向けるということで。はいはい、さあ、ここは画面の一番奥から。あ、これ確かにボス戦長いね。長いね。てってってって感じですよね。長い。避ける避ける。さあ、ここはスルーしていく。さあ、また今度は違う展開。ビッグコアモドキが後ろから来たぞ。ぐるぐる回る。このデザインかっこいいですね。さあ、またファイヤー打ってくる。一番下にいれば当たらないのか。当たらない。さあ、変形して向こうに行ったところを撃破。さあ、2機目。ここは玉よけ宣伝か。あっと、これはちょっと弾幕濃いですね。おーっと、おー、ハラハラしたぜ。このゲームは残機が増えないんです。一機でも死んだら結構萎える。頑張ってほしい。画面の、前方、今度は下方後ろに戻って、はい、お見事、スルー成功ということで、このボスタイマーがゼロになればボスは自爆するってことなのかな。なるほど。さあ、また巨大戦艦が現れたぞ。男の子大好き巨大戦艦。さあ、環境に打ち込んでいく。ナイアゴロとか乗ってるところですね。あー、おめでとう。6枚クリア。さあ、最終ステージ7枚。ノーミスですね。7面はほぼボス戦になってる感じですよね。取り直してもいいんじゃない。弱くを取り直したいと思います。さあ7面、さあ7面ついに到達した。目標ワンコインクリアまであと1ステージ。動力パイプがなんか脈打ってますよ。脈打ってる、本当だ。これは動力パイプ勢が相当喜ぶ展開です。動力パイプ勢、パイプ勢、パイプ勢、パイプ警察たちが今喜んでる展開。そう、何やら怪しい有機的な何かが現れた。これがラスボスだ。さあ、上側にショット当て込んでいく。いきなり気持ち悪いやつが出てきた。気持ち悪いやつがいきなりあるタイプっぽくなりましたね、はい、さあ、まずは側を吐いていたのか。画面側ホワイトアウト。これ僕とかジョニキが暗黒とこういう背景になるんですよ。大変なことだ。そして何か怪しいやつが出てきたぞ。誰だお前は。赤ん坊赤ちゃん僕ってウパ。ここでまさか現れたウパ。赤ちゃんが瞬間移動して赤ちゃんがメカと融合した。赤ちゃんが融合した。さあ、赤ちゃんばらまき。おー、ブラブラ。赤ちゃんため打ち。赤ちゃんスプレッド。素晴らしいですね。あれ戻った。あれ赤ちゃんが伸びたぞ。なんだよこれ。これはすごいね。あ、でも赤ちゃんの顔は残ってる。赤ちゃんの顔が残ってますね。なにこれ。これ最終形態でしたっけ。これが最終形態でしたっけ。じゃあ今パーフェクト赤ちゃんに赤ちゃんが育ったわけですね。そういうことです。なるほど。俺はあくまで赤ちゃんであると。パーフェクト赤ちゃん、このでっかいボール状の球。あ、避けた。あ、よし、上側のパーツ剥いだぞ。今度は下側だ。うらうら、赤ちゃん、お前のパーツ剥いてしまったぞ。いや、気持ち悪いね。赤ちゃんが赤ちゃん産んだ。赤ちゃんが赤ちゃん。赤ちゃんから赤ちゃん。これさあ、回り込みたい。シラフで作れないでしょ。シラフで作れない。何っすか。あー、危ない危ない危ない。青い赤ちゃんと2種類いますね、これね。そうね。さあ、時期狙い避けれるか。避け切った、うまい。うまい。さあ、ここはやむを得ない。パワーアップ。アイテム取っていく。さあ、打ち込むぞ。うわ、すげえバラ巻き。あーっと、1機ここで失う。大丈夫だ。あと2機ある。ダメージ？いけるのか。バード、赤ちゃん退治。いけるのか。いや、これきついな。避けた。ナイス、避け。おやったー。ワンコインクリアー。いやー、最後急に難しくて。最後は結局難しいという感じだったでしょうか。でもお見事ね、はい、バード選手公約通りハイスコアの10分の1に満たないスコア。低ランクプレー、みんな拍手だ。いやー、素晴らしいね。すごい。いや、素晴らしいプレーでしたね。ありがとうございました。あれ、赤ちゃんが？赤ちゃんが ORZ 的な感じになってますね。へこんでますね、はい、へこんでるね。赤ちゃんへこんでます。これはこの画面のままエンディングってことなのかな。おー、なるほど。なんかこうやってシームレスエンディングに繋がるのは確かになかなか珍しい。結構あれですね、おされですね、はい、おされ系ということで、まあ一応あのストーリーがきっとここに書いてあるんですよね、はい、My father is teacher I find thank you and you みたいな感じで誰か訳して、暇な人を訳してください。My father is teacher by farm with that なんでバイファームなんとかウォーみたいな。あれ、赤ちゃんの
Never Break Out Again と。赤ちゃんが消えましたね。消えましたね。赤ちゃんが赤ちゃんを産むっていう素晴らしいラリター展開でございます。斬新な。いやー、どうやったらあんなの考えられるんだろう。ありがとうございます。じゃあバードさんちょっと一言ちょっと、はい、お願いします。じゃあ見事勝者バード君に拍手。というわけで今日のプレーどうでした？いやー正直最初は全然緊張してなかったんですけど、はいはい、一面クリアしたあたりから急に緊張してああなんか逆に逆に緊張するパターンもあるんですよね。進めば進むほどああ大丈夫かな大丈夫かなみたいな感じで死んだらダメだ死んだらダメだ死んだらダメだって落ち着けみたいな呼吸がなんか苦しくなってくるでも素晴らしいプレーでしたね。ありがとうございます。あれパワーアップアイテムもあの取らない方が、ランク上がらないって感じなんですかね。そこなんですけど、部長の総さん曰く、パワーアップアイテムを取った方がランクの上昇が激しいと。あ、なるほどね。え、俺が教えたの？そうですよ、忘れたんですか？忘れたんですかいや、やってみたらアイテム取らないとぬるいから、うん、取らない方がいいんじゃねってみんなに言ってたわ言ってたんだけど言ってて自分はやらない試させるみたいなスタイル言われてやったのに部長がやらないやらないみたいな感じで参戦。いやでもすごいですねあれ最後の赤ちゃんはなんかランク下がってる状態で突入しても上がった状態でなんかあんま変わんないぐらい強いように見えたんですけど。そうですかね。最後一応弾幕っぽいの打ってくるんですけど、はい、あれは一応アンチが何か所か存在するんですね。ああそうなんだ。へえ。じゃあその辺まだ研究の余地があるような感じでね。はいはい、わかりました。というわけで、これからブレイジングスターやってみたい人に何かメッセージありますかね。一言お願いしますけど。そうですね、私今回パワーアップアイテムとかそういうの全部取らなかったんであまり聞けなかったんですけど、はい、金月まみさんのファンの方は、はい、パワーアップアイテム取るとボーナスボーナスいっぱい言ってくれるので。あれ金月のマミの声なの？そうですね、これですこれです。あ、本当だ。捨てられてるんですけど。捨てられてるけどへじゃああのパンク女のファンはぜひブレイジングスターをやれと。そうですね、トキメモラーもやってくださいって。トキメモラーもやれよみたいな感じでじゃあトキメモ勢にそれちょっと言っときますんでお願いします。はい、じゃあまさかあの声パンク女だったとはね知りませんでした。ありがとうございます。びっくり。というわけで見事ワンコインクリア、勝者バードみんな拍手ありがとう。ありがとうございました。おめでとう。金月まみゲーだったんですね。ときメモシリーズだったんだねこれ知りませんでした。いや誰も知らなかった。誰も知らなかったです。今初めて明かされる感じですよね。驚き。いやでも本当にボーナス取らないと金月まみ嫌いだとゲームが簡単になるみたいな感じのねブレイジングスターでございましたが、はい、というわけで秋のシューティング祭り第6戦今日はブレイジングスター対バード、バード君大勝利ということでね、はい、お疲れ様でした。秋のシューティング祭り平日ほぼ毎日水曜日以外、毎日シューティングの配信をやっていきますと。これがランクなんだ。レベル255、あ、じゃあ結構上がっちゃうもんなんだね。251までは上がってるということでね。秋のシューティング祭りは、水曜以外毎日、配信しております。平日毎日配信しています。ただし金曜日だけはスタートが10時半なので注意してくださいと。明日はですね、ちゃんたけ VS R タイプレオと、また横スクロールシューティングとなっております。ちゃんたけのワンコインクリア目指すプレーにどうか皆さんご声援をよろしくお願いいたしますと。再来週の金曜日はついに総さんやるんですよね。はい。総さん何やるんですかちなみに。バリアントシュバンザーを。あ、バリアントシュバンザーやんの？やれと言われてます。やれと言われている。はい、今練習してる感じ？練習してます。わかりました。来週の金曜日は総さんが、バリアントシュバンザー。大塚くんは何やるんですか？大塚義一は。あいつは自分やるつもりなかったんだけど、名前が入っちゃっててギャーとか言ってて。あ、本当ですか？まあ、抜群をリベンジ。補修が1年間残ってたんで、まあそれをやるんじゃないかなと。あ、なるほどね。わ、はい、かりました。まあまだまだね。折り返しにも達していないので、全15戦だったかな、ね、秋のシューティング祭り今月ねどうかお楽しみにと。あと22日でしたっけ、ヌルグラ感謝祭。あ、ヌルグラ感謝祭、ね、祝日火曜日、9月22日祝日火曜日、入場料制でね、はい、帝の2階のシューティングをフリープレイにするというイベントがございますので、こちらの方をよかったらぜひ、遊びに来てください。部員が1000円で一般が1500円だったかな。あと物販コーナーなんかもございますし、はい、お土産 DVD も差し上げたいと思いますのでね、はい、22日お暇な方はどうか帝の2階でシューティングをみんなで楽しもうという感じで、さらにママチョップさんのこの、リストバンド、はい、そして、ストリートファイター T シャツ、帝の方で、好評発売中でございます。欲しい方はお気軽にスタッフまでお声掛けください。じゃあ本日は総さんありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。はい、というわけで秋のシューティング祭り第6戦バード VS ブレイジングスターバード勝利、以上終了、ありがとうございました。